しょ。はい、ちゃちゃ。どこ隠れてんだ、あんた。ちゃちゃ、何してんの、ここで。ここで何してるの。このちょうどこの隙間がいいよね、奥行きといい。奥行きもちょうどお尻今当たってる状態だから、ね、ぴったりフィットしております。おー、ちゃちゃ何しとるだい。ちゃちゃ何してる、これ。難しいな、あんたたちは。同じとこで寝転がってくれんと、同じとこにおらんと、なでなでできないんだけど。大変だよ、これ。どっちなでたらいいの。どっちかに寄ってくれませんか。ここ好きになっちゃった。ここ好きになったでしょ。ん、立ち上がる。おお、やくび。どうした、どうした。出たくなくなっちゃったね。満喫した、マロン。ずっとここにいるんだけど、姉ちゃん。自分の空間、縄張り広げちゃってますね。ん？方向転換。方向転換した。また座った。また座ったよ。ほら、今度はそっち向いて。ガード硬いっすね。ガード硬いっすね。完全にここねぐらにするつもりだ。完全にここだ。ん？何今こっち向いたね。引きこもり生活の始まりだよ。ちゃちゃ。これやばいでしょ、これ。これカップラーメンとかポテチとかこれ置いてありそうだね。マロン君みたいに遊ばないと。大きくなってっちゃうんだからね。ちゃちゃ。大きくなっていっちゃうんだからね、どん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 運動しないと。こっちももう余裕がないからね。ね。そっちはこう怪我、まあ、怪我ね、長いからってのもあるんだけど、しっかり長方形に、もうこの家の中で一番ジャストフィットなんじゃないかっていうぐらいの場所に引きこもりました。今、たった今、引きこもり生活をスタートさせました。お姉ちゃん引きこもっちゃった。お姉ちゃんも引きこもり生活始めちゃったよ。考えました。じゃじゃん、猫好き。はい、猫好きっていうこの切りぐるみのおもちゃなのかな、多分見た感じ。レーザーポインターとかだと絶対出るんだけど、それで出さしても、まあ、今のじゃじゃん意味ないと。兄はもう引きこもりしたい状態だから。じゃあちゃちゃといったらこう枕ですよ。もう切りぐるみのおもちゃ枕で、こうちょっと少しずつこっち自分から自らこう誘惑していくと。一瞬で出てきた。すぐ出てきたよ。これどう、ちゃちゃ枕にしていいよ。再びとかは入ってなさそうだね。あ、マロ君が行っちゃった。マロ君が行っちゃった。はい、ちゃちゃも行くよ。はい、うちのね、守護神神なんですけど、神が使っております。ちゃちゃはどこに行ったのか。多分水飲んでるよね。はい。やっぱり飲んでた。ちゃちゃごめん、今ねフィルターはめてないんだ。これそろそろねちょっと変えたいなと思ってるんですけど、ずっと使ってきたからさ、これもやっぱり水垢とか溜まっちゃうんで、どうしても取れないとことかあって、はい、それでちょっと今フィルターも検討中です。いいやつ使ってたのよね。どちらかというとそのチャチャはいつもこう広いとこにいるから、もう隠れたりしないんだ、あんまり。広いとこで寝てたりするんだけど、マロン君がああいうね狭いとこ、机の下とかよく隠れたりするけど、はい、
チャチャが珍しく引きこもってました。これはチャチャ猫好きは